勝利を収めることができましたが、これで3連勝、
11試合負けなしです。だから本当もう、まあ、いい意味でみんなそういうのを気にしないというか、もう一試合一試合っていう常に良くしていこうっていう考えしかないんで、続けるだけっていうのでここまで来たんで、でこのまま最後までやっともに戦っていけたらなと思うので、最後まで応援よろしくお願いします。それでは実施に向けて意気込みをお聞かせください。そうですね、まあ、今日の本当に最後の試合だったんですけど、これも今日、まあ、ひとまず喜んで、まあ、また次の試合の時にはその試合だけに集中して必ず勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。見事に攻撃を終えてくれました。山田敦史選手でした。ありがとうございました。そしてお待たせいたしました。見事逆転ゴールを決めました背番号11野村直樹選手です。非常に負けない試合が続いているんですが、この勢いの理由は一体何なんでしょうか。まあ、自分たちのやることを徹底するということにすると思います。やることを貫いて、さあ勝ち点を64に伸ばしまして、プレーオフ圏内に入りました。まあ、プレーオフ圏内には入ったかもしれないですけど、まあ、まだ最後まで何が起きるか分からないし、一試合一試合また同じようにみんなで準備していきたいと思います。でも本当に今日このスタジアムに多くの方々がお集まりいただきましたが、サポーターの皆さんに一言お願いいたします。今日も熱い応援本当にありがとうございます。あと本当に1試合残ってますので、たくさん友達、親戚、親友、いろんな遠い人までも呼んでスタジアムいっぱいに来てください。よろしくお願いします。野村直樹選手でした。ありがとうございました。